ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダ3新世界やっていきましょう。はい、あと5日しかないよ。でも一応ね、うん、こうやってみんなの習熟と進んでる、うん、まあやっぱ加納先輩これいいより頑張ってんな。レクイエム好きな曲だったりすんのかな。うん、でコウモリもみんな、順調に進んでるんで、まあアンサンブル完成度はゼロだけれどもなんとかなりますねなりますね多分、うん、アンサンブル完成度は結構ズガッと上がるからね。はい、じゃあやっていこう。てか料理レベル上げていかないとな。いつか幕の内弁当作ってやんないとね。うん、コロッケが作れる。で卵と違う、カルボナーラダメだ、作っちゃダメだ、これはダメだ。うん、 BP50 上がるのはいいんだけど、わーなんか増えてんな。あ、卵あと1個な。うん、じゃ関係ない、卵とチーズ使わない簡単なやつを作って。あ、これね、アスパラの肉巻き、あ、作れない、全然作れない、ダメだ料理レベル上げたいのに。寝起きで無言の様子の君を見ることができるのは私だけの特権。君は一体何なの、本当に私をどうしたいんだ。はあ、おお、新たが光ってる。まあ、とりあえず楽器店いらっしゃい。うん、ゆっくり見ていってくれ。はい、アンサンブル完成度、ああまああってもいいんだよな。まああってもいいな。うん、2つあるけど2曲完成させなきゃいけないから4つぐらいは欲しいんだよね結局。はい、 OK です。また来てくれよな。はい、で半額の何かを買って、いらっしゃいませ。うい、半額の魚を買う、腐る絶対腐るやつで、土曜日まで我慢な卵。うん、土曜日まで我慢だ。はい、ありがとうございます。うい、どうしよう、新たは見に行ってもいいよな。うん、新たは見に行こう。うん、うい、そうそうそうなんだよ。トロンボーンだって難しいんだよ、なんで楽だと思ってんの。またブラバンと仲良くしてる。おお、うん、ペットやホルンに比べたら、うん、マウスピースが大きくて吹きやすいし、すごい真面目な話している。ピッチが悪い時でもスライドでささっと直せるし。へえ、お前どっちの味方だよ。あれ、こいつなんかあれじゃない、吹奏楽になんかあまりいい感情なかったやつじゃなかったっけ。あれ違ったっけ、誰だっけ。なんか高校生じゃないっぽいやつがいたの覚えてるんだけどあれ、あとケータってどっちだったっけ。言わずもがなでしょ、言わずもがな。トロンボーナーなんだ。トロンボーナー、トロンボーナーだ。水島エセ決定。まあでも仲良くしてるってことは、うん、まあいいことだけど。わざとですってば。嘘つけ。おう、そろそろ練習始まるわ。おう、うわ、本当だ。じゃあまたな、あなた。おう、めちゃくちゃ仲良くしてる。まあ本来こういうもんだよね、先輩高校生って。びっくりした、こういうもんですよ。先輩ってば。ああ、なんでまたこういうタイミングに現れるかな。で、なんでお前はそんな後ろめたく感じてんだよ別にいいから、私攻めてないから。さっきのお二人。うん。うん。ブラバンブです。お。この間の人たちと違うって。ああ、でも。カラオケに。みんな友達だよな。そりゃ大きなブダもいろんな人がいて当然。そらな。まあ、むしろいいんじゃない。こう新たが仲介となってこうね、ブラバンとの垣根がこうなくなっていけば、それはそれでいいことだよ。うん。新たはブラスバンドの部員たちともかなり親しい様子だ。うん、新たに対して吹奏楽部に入った理由を聞く。トロンボーナーについて聞く。友達が多くてすごいあ、でもそうだね、どうしてこっちに残ったかっていうのは知りたいね。うん、なんで吹奏楽部の方に入ったか。そうしょっちゅう頭殴られてんのにな。やだな。ああ、先輩と出会うために決まってるじゃないですか。あ、そういうのいいからそんなよそ行きの声出さなくていいから。ああ、すいません。はいよ。ちょっとした冗談です。ああ、分かってる分かってる。だって、うん、俺が入部した動機って、もう
そんなに胸張って言えるような立派なものじゃないんですよ。なんだ、うん、入学式ようやく終わった。長すぎるよ、早く寝るとこだったっての。おいや、お前がっつり寝てたからな。お入学式で爆睡とか大物すぎんだろ。お見ろよ、部活の張り紙だ。はい、柔道。柔道、お、あった。説明会は4月5日か。新たはあれだろ、裏番だろ。裏番なのか。いや、吹奏楽の方。吹奏楽？おう、あそこ部員が少なすぎて廃部寸前とか聞いたぜ。なんでわざわざマイナーな方を選ぶんだよ。ライバルが少ないとかそういう感じ。やっぱりメンバーが多いとベンチみたいな感じになるからとかあんのかな。どうなんだろう。ブラスバンドとかだったら全員出るよな、サッカーとかと違って。ちああ、分かってないな。マイナーなればマイナーなればこそ。ああ、俺がこの部を持ち上げてヒーローになる的なやつか。おそらく俺は吹奏楽部でたった一人の新入生だ。なるほどな、目立ちたかったのかお前は。でっかい部に入って下積みなんてまっぴらごめんなさい。ああ、なるほど。弱小なら大切にされるに決まってる。うわあ。お前な、動機が不純すぎんだろ。だいたいさ、大きな部に入って大会に出たいとか思わねえの。いや、そこは俺の実力でみたいな。大会なら出るさ。おそれで、ああ大物ですね。こいつは大物ですわ。弱小吹奏楽部に颯爽と現れて勝利をもたらすなんて、はいはいはい、俺ってばまさに救世主。うわ、待ってろよ。輝かしいチヤホヤライフ。お前長生きするわ。前向きすぎる。まあ、なるほどね。そんな野望はもろくも崩れ去りました、ね、まだ崩れてないだろう。お前何言ってんだよ、こっからじゃん。いざ入ったら練習はきついし、まあそれはどっちもそうだよ。厳しいしね、それはどっちもそうだよ。いや、もう超計算外っすよ。結局はそんなもんよ。ねえねえ、聞いてくれます？なんだよ。この間なんて穂積先輩に首根っこつかまれて部室まで引きずっていかれたんです。それは別に練習うんぬんじゃなくて、またなんか白をからかうようなこと言ったんじゃないの、お前が。それ見た加納先輩は腹抱えて笑うし、いつも通りだな。より先輩も肩を震わせてたし。ひとかけらの希望を持って、うん、八木沢部長の方を見たら笑顔で微笑んでただけなんじゃないの。練習を怠けようとした水島も悪いよ。おたけから笑顔で。そうですよ。ああ、まあしか、いや、それプラスバンドでも同じだったって。どこ行っても同じだよそれは。かわいい1年生に対してみんなあんまりだと思いません？思いませんな。かわいい俺が耐えかねて退部しちゃったらどうするつもりだろう。大丈夫大丈夫。新た不満げとかそう言いながらも、そうそう楽しんでるよな結局それ。を退部しないでほしい。冷たい。そうなら退部したら冷たい。まあまあ楽しんでんだろお前それ。バレちゃいました。バレバレだよ。吹奏楽部に入ったこと後悔はしてないです。先輩たちの熱いノリも嫌いじゃないし。まあそうだな、そうだろうな。それにこの夏すっごく魅力的な転校生が流星みたいに現れたでしょ。流星ですか。私よかったな。あー、こう恋のね、お前2段階目かまだ。あれ、先輩と青春できるってだけで。別に避けてたりはしないんだけど、俺も勝ち組決定。タイミングって難しいな。ああ勝ち組か。おお、よかったな。どうしようかな。そろそろアンサンブルいけるレベルだったっけ。あ、わかんないね結構俺だと。いや、まだちょっと自分の中での習熟度が39なんだよ。ちょっとまずいな。そろそろ、そう、コウモリ除去を技術上げるために優先してたからこうなってるだけで、ちょっと習熟度も上げていかないといけない。習熟度は2人より1人の方が良かったよね、確か。まあでも2人で行こう。うん。ちょっと仲良くしていかないと始まんないからな。うん。お！あ、16になってる。いや、さすがですな。じゃあ行きますか。技術9か。まあでもいいでしょう。うん。
ちょっとずつでもやっていかないとね。はい。誘ってくださって。はい。ありがとう。で、キルを 1.2 倍してもそんなに変わらんから、まあ、親密度でいいか。ああ、たまにはな。うん。伊達政宗公の前で不幸じゃないか。非幸じゃないか。今日は朝から気温が高いですね。はい、はい、今日気をつけていこう。引き締めていこう。はい。ああ、まあそこそこ上がるね。うん。あなたは、よきよき。日に日に上達していきますね。はいよ。僕も負けていられないな。はいよ。技術なかなか追いつかないよね。さて、いやもう連続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 まあはい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 、技術8。あ、いいよいいよいいよ、技術上がりそうだね。一緒に練習するのはか。はい、行くよ。青葉行くよ。青葉、最初からうまく飛行なんて思わなくていい。おう、焦ってもいい音は出ねえ。そうだな、リラックスしていこう。あ、久々にやっと来た。聞き慣れた曲の違う一面に触れたことで何かがつかめそうだ。やっと来た。感情を込め長かったな。よくわからねえが、おう、練習の甲斐があったみたいだな。おう、よかったよかった。よかったじゃねえか。疲れたんなら少し休め。はい。今後詰めても仕方ねえ。お昼ご飯ないけどね。あ、ある？メールない。ない、やっぱりご飯作ってこないときはメール来ないんだよな。どういうことなんだろう。あ、とりあえずニヤ。ニヤニヤ。ニヤニヤ。あ、いや、ちょっと待って、その前に人がすごいいっぱいいる、ここ。ここでやろう、ここでやろう。人がいっぱいいても4人しか入らない、この罠。あ、5人入った、5人入った。オッケーオッケー。で、ウィリアム・テルか。ウィリアム・テルとコウモリか。あれ、レクイエムとコウモリだった気がするけど。まあいいや、後でゆっくり見てみよう。コウモリを、コウモリ聞かせてもファンなるか、これ。ならなそうだ。ウィリアム・テル、うん、ちょっと稼ごう。一回稼ごう。スペシャルメガホン。はい。よし、いいよいいよいいよ。100もくれるよ。ありがてー。ありがてえ。よしよしよし。で、誰だっけ？ニア、ニア、ニアな。あ、ニアの周りにもいっぱいいるじゃん。いいよ、いいよ、いいよ。もう一回稼ぐか？やあ。私で役に立てることはあるかい？あるよ。ちょ、レベルの、ちょっと優しい何かを教えてくれ。好きな音楽。はい。じゃ、結果は後ほど。オッケー。あー、で、学生がいるよ。ファンじゃない学生がいるよ。一人か。こっちにも一人いるんだけど。入んないよな。なかなか二人って入んないな。久々にあれやるか。このガードして動くの待つやつ。時間かかんだよね。やめとくやめとくよ。ああ、上行きそうだったじゃない今。なんで上向いた。お前、玉の井、玉の井、もうちょい。玉の井。あ、でも今ので入った。入らん。うん、いいや、ここで。うん、あ、すごい、ああ、すごい、7人入った。いいよ、いいよ。じゃあ、ここでもう一回、ウィリアム・テルをハンディ・メガホン。いいぞ、稼いだ。はい。おお、すごい。ああ、今、さっきの高い方使えばよかった。いいラッパー、今使えばよかった。まあまあ、OK です。あと一回なんだけど、なんか、あれ、攻略、あの、恋愛情報の、キャラの攻略情報で、あの、八木沢部長と放課後にイベントがあるよって書いてあったんだけど、今放課後だよね。怒んないんだよね。いらっしゃいませ。あれかな、この最後の時間にこういうの買ってって差し入れに行くと怒ったりする？違うのが怒った。あれ何練習用に新しい楽譜を買ったんだね。違う、なんか狙ってないのが怒った。まあでもとりあえず光ってなくてもこうみんなには顔出しに行った方がいいんだな、やっぱり。うん、ドボルザークと。あ、ドボルザーク、みんな大好きドボルザーク。でも、うん、この前もドボルザークの楽譜買ったって言ってなかったっけ。一つに集中してよ。確かに穂積先輩って何かあればいつもドボルザーク、ね、いつもドボルザーク。悪いか。うん、にゃ、そんなことないって。俺は
その一途なところが穂積らしいって思うぜ。ほう、穂積くんはドボルザークのどんなところが好きなの？何この幸せくんがなんだこの幸せくん。ドボルザークの曲ってな、素朴で穏やかで。素朴か、ドボルザークって。そうか。でも時折ハッとするような迫力がある。そっちの方が、印象に残ってるけどね。人間性の重みっつうか、重み、そういうもんを感じて、こう胸にグッとくる。へー、ああ、わかるわかる。確かにお前らしいわ。ドボルザークの曲は、はい、親しみやすくて旋律も美しい。うん、何度聴いても飽きない魅力があるからね。なるほど。それならドボルザークの先生だったブラームスはみんな音楽史に詳しいな。ブラームス先生だったんだ、ドボルザークの。ああ、へえ、ブラームスもいいな。迫力が半端じゃねえ。はい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 。好きな曲聴くとなんとなくその人の性格が分かるような気がするから不思議だよな。あ、そうかな。僕バッハの性格よく分かんないけど聞くのは大体バッハだけど、バッハの性格はよく分かんないな。そうだね。うん、好きな曲っていうのはその人の持つ内面を表すものかもしれない、ね。違うな、ガチでやってる人たちは。となると、うん、八木沢の好きな作曲家ってやっぱりホルストとかそのあたりか。 なんか好きな作曲家診断みたいな始まったぞ。性格占いみたいなやつで好きな作曲家診断が始まった。ホルスト合唱曲など多く残した。ああ、ホルストやヘンデルの曲には。ああ、まあ、ヘンデルのイメージある気がする。どうして分かった？ホルストは分かんないな。そりゃ分かりますよ、うん、ホルストもヘンデルも温かい感じ。ああ、まあまあそうだね、そうだね、うん、どことなく八木沢部長の雰囲気に似てるよね。あ、まあ、言われれば確かに資料はドボルザークだし八木沢部長のヘンデルってのも、ね、なんとなくわかるわ、うん、じゃあ次は。わかるわかる。実は好きな作曲家っていうのはあんま意識してないんですよね。え、なんだろう、モーツァルトあれでブラバンだよね。それぞれの曲に直で。ああ、そういうことか。特に一人集中っていうのはないのか、お前は。ちなみに俺のストライクゾーンは、はいはいはい、楽しい曲とかハッピーな気持ちになれる曲。ハッピーな気持ちになれる曲水島らしいね。そういえば、はい、君とはこういう話あんましたことなかったよな。おお、振ってくるじゃん私に。なあ、君はどういう曲が好きなんだ？ある選択肢。弦楽器だからね私。バッハないのかい。ないの。今の3人じゃないか。結局3人じゃないか。でどっちかって言うとヘンデルなんだよね。じゃあ、まあ、まあホルストかなだとしたら八木沢部長、はい、ホルストが好きなんですね。はい、あなたも好きな曲があると思うとホルストの曲がもっと好きになりそうです。あ、よかったです。でもヘンデルの方が好きなんですけどね。俺はやっぱり、うん、ボーン・ウィリアムスが一番だ。ボーン・ウィリアムス聞いたことないな。イギリスの作曲家。なんつってもチューバ協奏曲。はあ。チューバにメロディーラインがあると感動するぜ。へえ、なるほどな。カノー先輩が好きな曲ってチューバに見せ場がある曲。まあそういうことだろうな。うん、まあわかるわかる。まあそういうことだ。やっぱ自分の楽器に見せ場があると嬉しくなるもんだろう。反面、うん、チューバの休みが多いやつを渡されるとへこむ。まあまあ気持ちはわかる。すごいわかるそれは、うん。じゃあカノー先輩、パーカスもすればいいじゃないですか。簡単に言うなって。俺はチューバに魂を込めた。二刀流みたいなことさせるの。イオリは、うん、どんな曲が好きなの？イオリなんだろうな。僕はお前は逆なのか。お前逆なのか。目立ちたくないのか。お前は自分のソロがなくていいって。何で支えるのが大好きなタイプだな僕。ああ、はいはいはい、合わせるのが好きだから。そうだろうな。それに、うん、ソロだと緊張しちゃって。もちろんソロにも憧れるけど、はい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 、でもやっぱり自信なくて。それめちゃもったいないですよ。おお、イオリ先輩のホルンの優しい音、お俺すごく好きなんですから。そういうのさらっと言えちゃう新田すげえないい後輩だ。
さらっと言ったぞ、このとこ。バンバン演奏して、みんなに聞いてもらった方が絶対いいですって。おーおーおー、押すね。ああ、俺も同感だ。おーおお、いい音持ってんだから。自信持って前出ろよ。なんだこのほのぼのサークル。新くん、ほずみくん。命かけて、ありがとう。命かけてやってる部活と思えねえ。なんだこのあったか空間。おお、なんか青春って感じだな。みんな仲いいんだからみんな一緒に帰れよ毎日。頼むから。それぞれの好きな曲を通して。おお。みんなのことが今まで以上に若すぎる。好きな作曲家占い楽しかったぞなかなか。でも。やっぱり俺たちの好みってバラバラですよね。そうだな、そうだな、うん、誰の好みに合わせるかとかで選曲迷っちゃいそう。だったら全員分の。はい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 。練習量が増えるやつ。そうだね。ああ。みんなの好きな曲が違うってことは、はいはいはい、それだけいろんな曲に触れる機会があるってことだ。まあそうですけど、そうですけど、これからもみんなでいろんな曲に挑戦していこう。全然違う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 。私はあの何だっけ、物をプレゼントしに来たんですよ。またなんか悩んでる。すみません、実は今朝。ああ、オッケーです、オッケーです。湯飲み茶碗を買いてしまって。買ってきました、買ってきました。いい色合いのものだったので残念だけれど。うん。いつまでも引きずっていてもよくないですよ、ね。いいよいいよ、大丈夫。ちょうどよかった。ここにあります。渡しますか。はい、渡します。なんで持ってんの。なんで持ち歩いてんだよ、私は。これは茶碗。ああ。しかも綺麗な釉薬だ。釉薬だ。これは包み焼きではありません。なんでコンビニで売ってんのこれ。250円で。小麦とかチーズとかとはそんな変わんない値段でなんで売ってんの。やはりそうでしたか。おお。このナマコのような釉薬。ナマコのよう。包み焼きの特徴ですよね。君はどんだけいろんな知識が。ひどすぎだろ知識の範囲。色合いに深みや味わいがあって、ああとても美しいです。茶碗にここまで語れる高校生どんぐらいいる。ありがとうございます。おお、大切に。あなたのおかげでお茶をいただく時間が今まで以上の楽しみになりそうです。あ、じゃあお茶菓子の方は楽しみにしてますよ。ああすんごい上がる。でもう一回話しかける。トランペットを吹いていると。何も起こんないな、これどういうことなんだろう。いや、なランダムなのかなこれ。なんかあるんですよね、あれ。あれ どこで見れない。ここじゃ見れないんだっけ。情報情報と登場人物のこれのこれね。次どこに起こるんだろうって。もう戻れない日って帰宅中って書いてある。帰宅中。帰宅中、帰宅までゲームを進めましょうって何日も書いてあるんだけど。何日も書いてあるんだけど。もう何日帰宅してると思ってんの。帰宅中って言われてもな、自分じゃのどうにもできないんだよなこれ。もうランダムか、結局ランダムなのかな。おい、じゃあ最後に一回アンサンブルやるか。うん、そろそろやってっか。アンサンブル完成度は、アンサンブル完成度は、ここですね。校舎裏、ここでいいじゃん。一番人がいそうなのは真ん中らへん。はい、真ん中らへん。あ、ここだね。よし。つってもな、つってもみんな逃げるやつか。まだコウモリから行く、レクイエムから行く。あれ、私の習熟度39、私の100。あ、なんか私みんなとちょっとずれてんな、ずれてんな。ウィリアム・テルの方がいいじゃん私。でもみんなはレクイエムの方が練習してんだ。だったらコウモリやるか。みんなコウモリならまだちょっと進んでるからコウモリやろう。 OK、 はい。で、アンサンブル完成度アップ48。やっぱアンサンブル上げやすいね。はい。はい、みんないなくなる。猫すらいなくなる。今の大好き。大好きなんだ。あ、さっきの白のやつもつけよう。そうだそうだ。まだこんな。ああ、来た。帰宅中来た。もう何日も前から帰宅中になってたけど、やっと来た。写真？あ、振り返っているわけには。昔のあれか、みんなが一緒だったこのブラスバンドと分割する前の写真かな。ちょっと見せてごらんよお姉さんに。いつからそこに。お姉さんに見せてごらん。いえ。うん。それよりもう下校の時間ですね。隠すんじゃないよ。あまり長いよ。すっきりしようぜ。
学校に閉じ込められてしまいますよ。おお、何かあったんですか。どっか寂しそうに感じる。一緒に帰る。どこか寂しそうにか、何か、まあ、担当、なんかはぐらかされそうな気もするんだよね、八木沢さんの場合。こう、もう担当直に聞いた方がいいだろう。うん、何かあったんでしょう。心配をかけてしまいましたね。ああ、別に大したことではないですよ。いやですから、そんな言葉では、ああよかったよかった、してもらえそうにありません。やっぱそうだよね、絶対2番目だと、うん、そんなことはありませんよで終わっちゃいそうな、うん、はぐらかされそうな空気あったもんな。本当に話しても意味のない、お愚痴のようなものなんです。言ってごらん、少しは楽になれるよ。話してごらん。物質を移った時に、うん、こんなものが出てきたから、うん、いろいろと思い出してしまったんです。楽譜、この奏譜は、うん、去年全国学生音楽大会に出場しようとしていた時のものです。出れなかったやつか、事件が起こって。普段はそれぞれでパート譜を使っていますが、はい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 、みんなで話し合う時は奏譜を使っていたので。あ、そうなんだ。その時の書き込みが残っているなぁ、眺めていたんです。思い出がいっぱい詰まっている。練習熱心そうな、この青いペンの、こっちの写真、写真って言われない、急に写真が出てきた。写真気になるな、写真気になります。それは僕が1年生の時の定期演奏会を撮影したものです。1年生、ほう、写っているのはあなたの知らない先輩ばかりですね。はいはい、まあそうだね、1年生だからね。あなたが知っていそうなのは、うん、僕と加納と長峰くらいでしょうか。長峰いる。この頃の吹奏楽部のことが、やっぱりそうだな、に思い出されて、まあそうだろうな、うん。あっちゃー、あー、いたこいつ、こいつ、どうして吹奏楽部の部室にはクーラーねえんだよ。そんなお金があるならシオン、楽器を新調したいからでしょうね。シオンとも仲良くしてたんだな。あ、あと先輩、うちわでバタバタやらないでください。楽譜が飛びます。新透明化すれば、いた出た出た、こいつ。やっぱり高校生じゃないのよ。扇風機だけでも、あー、仲良くしてる。いいんだけどな。あー、気持ちだけでも、あ、で、今まで大丈夫だったのに急にバグった。演奏するのはどうかな。やっぱりこのセピア調になると怪しくなる。いいですね、水上の音楽なんか。あ、曲名だけでも涼やかな気分が味わえますよね。うわー、なんかブラバンと吹奏楽と仲良く話してる。気分だけじゃなくて、俺は実際に涼しくなりたい。ケイタが分裂している。俺も同感。なんでこうなるんだ。練習終わったらプールに。すいません、ほんとすいません。そのためには、治るときと治んないときがあるな。場合じゃないだろうな。お、ん、今日中に投資で練習できるところに進まなければ。おおおお、はい、一気に涼しくなった。あ、この時はどっちが部長だったの。それは何よりだ。じゃあパートに分かれて、そろそろ練習に戻ろうか。あの、おい、よりえ、僕いただいた練習曲でまた見えなくなってしまう。うまく吹けないところが。ああ、じゃあ最初にそこを見る。おお、優しい、優しいけど表情が見えない。バグってしまって表情が見えない。彼らが部を離れる前の、ああ、あの頃の日常が。いや、これ戻れるのかな、最後には。あなたはもうご存知かもしれませんね。あ、かつて吹奏楽部に何があったのか。いや、まあさすがにな。去年の夏、あ、吹奏楽部に一つの事件が起きました。顔切られたやつな、シローの。けれど事件そのものが、うん、吹奏楽部が今のように分裂した直接の原因ではないんです。え、そうなの。分裂した原因は、え、僕にあります。いやいや、それ絶対違うでしょ。その事件の中心となった生徒、ああ、まあだからそうだよね、退部させるように迫られて、うん、僕は強行に反対しました。いや、でもそれであなたのせいっていうのもな。で、いおりはいおりで自分のせいだって言ってるし、シロもシロで自分のせいだって言ってるしな。みんなで自分のせいだって言ってるぞ、これ。
穂積を退部させなければ対外活動を禁じるとまで言われました。うん、ですが僕はそうやって一人の部員に全てを負わせることが正しいとは思えなかった。まあな、彼の話も聞かず、うん、事情も組まずに、そうだな、断罪するのが、まあ、シロも多分話ベタなのかな辛いところだよな。うん、絶対シロも正当防衛でしかないんだけどな。うん、でもそんな僕の判断で去っていった仲間たちがいることも事実です。つれえな。八木沢の浮いた表情を見て後悔してるのか聞く。昔の吹奏楽に戻りたい悲しくなるだけじゃダメなのよ。だから後悔してない してるかって聞くと後悔はしてないでしょきっと。で戻りたいかって言うと戻りたいだろうなどっちだ、戻りたいですか。それは、うん、分かった。そんな気持ちを僕が持つことは許されません。なんなの、なんで懺悔しちゃってんの自分が修行僧ですか、うん、それに僕は間違った。まあそうだろうね、後悔はしてないはずだよ、うん、絶対に。今は全国大会に向けて、うん、ただ一途に頂点を目指して駆け上がらねばならない。そうだな、感傷的な気持ちになっている場合でないことは分かっています。過ぎた日々を思うことなど僕だけはしてはならない。そうなのかな僕を信じてついてきてくれた仲間のためにも。いやー、なんかいい解決はないのかなこれ。おお、やっと分かった追いついたよし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 、青だ。なんか色違うんだよな、何なんだろう。青とか黄色とか。先ほどの僕の言葉は忘れてください。いやー、ちょっと刻んでおきますよ、さっきの言葉刻んでおきますよ。この楽譜と写真絶対忘れないからな。過ぎ去ったはずの日々を、うん、僕の目の前に連れてきた。ただそれだけのことなのですから。いや、これどうしたら本当に、上がったと思ったら、上がったと思ったら落ち込んだぞ。え、落ち込み中？対立とかあったよね、今。ご飯食べれない。せっかく。せっかくお前のためにご飯作ろうと、ちょっと頑張ってたのに。え、ご飯食べれないの？落ち込み中のキャラは重要人物情報で確認できます。職員、あ、差し入れも渡せない。あ、よかった。ギリギリ差し入れ渡してよかった。はあ、え、これどうやって立ち直らせんのこれ。あ、ファンナイス。あ、デジタルくれた。え、リッチなファンいてよかった。いや、ファン増やすの大事だな、これ。え、あ、びっくりした。ニオじゃなかった。先ほどは、愚痴めいた話をお聞かせして申し訳ありません。考えたいことがありますので、しばらくの間、二人での昼食などは留任させてください。なんでよ。なんでよ。ちょ、チーズオムレ作って元気出せよちょっと困ったな。落ち込み中っすか、そういうのがあるのか。あ、やっぱ色違うよね。へえ、なんか書いてあったあれかな、逆玉とかそういう、あ、これ逆注目とか何これって思ったんだけど、あ、こっちの主玉主玉でいいのかな、うん、こっちに行ったってこと。ああ、はいはいはい、いつもの横顔。あ、立ち直せればこのいつもの横顔に戻りましたね、できるやつか。オッケーオッケーオッケー、立ち直らせてやりましょう。はい、というわけで、え、あ、ちょっと待って、ニア情報どうしたいや、時々ニアやっぱサボるんだよな、あんだろう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。ちょっと料理させてくださいよ、本当に。